はい、よろしくお願いします。今回は中学受験理科生物編発芽成長を解説していきます。問題文はこちらになっています。はい、では全部ですね、今回対象実験の問題になるんですけれども、ポイントはただ一つですね。対象実験は調べたい条件以外が全て同じである。条件以外がっていうところがね、ポイントなんですけれども、それ以外が全て同じである2つを比べるっていうことが大事になります。で、一度ですね、A から F までの条件がありますので、そちらでですね、条件があるものに関しては丸、ないものに関しては×っていう風に表を作ってから考え直すといいのではないでしょうか。以下ですね、この表を使って解説をしていきます。はい、では早速問いの1番から解説していきましょう。問いの1番、発芽するために水が必要であることを調べるためにはどの装置を比べればいいですか。対象実験なので、水以外の条件が全て等しいところを探してあげればいいということになります。したがって A と B を比べてあげればいいですよね。A には水がないで、 B には水があると、でその他の条件全て一緒になっているから、これで OK です。はい、続いて問いの2番、発芽するために空気が必要であることを調べるためにはどの装置を比べればいいですか。空気以外が同じ場所っていうのを探してあげればいいので、B と Eというのを比べれば分かることになりますよね。はい、はい、続いて問いの3番、発芽するために適当な温度が必要であることを調べるためにはどの装置を比べればいいですか。温度以外が、同じところを探せばいいので、B と F ということになりますでしょうか。はい、続いて問いの4番、発芽するために光が必要でないことを調べるためにはどの装置を比べればいいですか。必要であるとか必要でないとかっていうのも別にそんなに変わらないですね。光以外の条件っていうのが全て同じ場所を探せばいいので B と D になります。光の有無に関わらずですね、発芽をしているんですよね。なので光が両方ともね、あってもなくても発芽するってことは、光っていうのは条件に入らないんじゃないかっていうことがわかります。はい、続いて問いの5番、発芽するために肥料が必要でないことを調べるということですね。肥料以外の条件が全て同じな場所を選べばいいので、B と C ということになります。両方とも発芽をしているんですけれども、肥料がなくてもあっても両方とも発芽をしているわけなので、条件として肥料は必要でないということがわかりますねと。で、問い6番、問い7番も、ね、半分知識みたいな問題になります。でただね、稲とかレタスがどこで発芽するのかっていうのを考えてあげれば、少し条件が絞れるのではないでしょうか。稲っていうのはですね、問い6番ですが、水中で発芽できるものですよね。田んぼですからね。なんで空気中のわずかな空気でも OK であろうというのを考えて、空気いらないんじゃないかっていうのを考えてあげればいいでしょう。あとはですね、水中ですから、光が届かないことだってあるんじゃないかっていうのを考えて、それでも発芽をするんだからっていうのを考えてあげると、光いらないんじゃないかっていうのをちょっと考えてあげればいいのかなと思います。なので正解は B、C、D、E が発芽するんじゃないでしょうかと。で、続いて問い7番、この条件からですね、レタス地上に、移し替えて考えてあげればいいのかなと思います。レタスっていうのは地上、畑でですね、発芽をするものになります。なので、水中のわずかな空気ではダメでしょうということですよね。稲はね、田んぼだから発芽、水の中で発芽するんだけれども、レタスはしないだろうと、ここで E を消してあげればいいのかなと思います。で、それからですね、地上なので、光も届くでしょう。普段はね、畑に光が当たってますので、光も必要なはずだろうと考えて、この中から D を消してあげると、そうすると B と C っていうのが条件として残るんじゃないでしょうかと。で、勘どころとしては問い6番で4つ選ばせておいて、それより少なくなるんじゃないかなっていう風に考えてあげればいいのかなと思うんですけれども、この辺はね、半分ぐらい知識も含まれますので、全問正解もしなくていいのかなと思います。はい、では今回は以上になります。ありがとうございました。Whatever you say, you may feel like being alone, but I can be the one you lean on now. The world is yours.